Welcome! あ、何こ。アポロも妖怪。え、もらえたでしょ、今飲んじゃった。あらまあ。あ、皆様こんにちは。ジュディ・ホグです。今日はですね、天理のお話をします。何？今、外にカラスが飛びましたら、そしたらもう忙しいです。アイリス、アポロ、It's okay。終わりました。はい、今日のこのお話、フェンリーはですね、もう小さい時はこれも憧れて憧れていたんですけれども、最初のフェンリーは今どこにあるのか分かんないんですが、最近のフェンリーをご紹介したいと思います。何だったこれが最近自分のお気に入りで買っているフェンリーですね。これね、2000何年だろう、コロナの前に買った、これその年のね、スペシャルエディションのなんですね。革の上にこれ全部ね、絨毯みたいに貼ってあるの、まあ、要するにボコッとしている、ボコボコしてるんですけれども、実はこれとこれがセットではありませんでした。あまりにもかっこいいじゃない、一緒にするのだからね、どうしてもね、それね、リジストできなくて、それで結局2つ一緒に買ったんですけれども、これとそれと同じぐらいの値段だったと思います。これ結構使いやすいんですよ。マチがね、すごくガーッとこう開くんです。ですからね、いっぱい、もう旅の時にはパスポートも何もこう縦に全部入るんで、これはすごくいいのよ、アポちゃんねえ、ということですけれども、これがスペシャルエディション、その年だけに出たものです。で、その後にこのスタイルちょっと気に入っちゃったので似たり寄ったりをその次に買いました。これたまにね、ちょっとこの今日みたいな白い服の時すっごく涼しそうでしょ。いや、これはね、気に入って買ったんですけれども、うちのマネージャーと一緒になんか人がいっぱいいる中をくぐり抜けて買いに行ったように覚えてます。はい。そしてどうしても私たちがこの仕事をしてると必要なのはストールですね。でもストールは、あ、いい色は素敵ねと思ったら買う。もうね、染めですから、これはお釜によって色が変わっちゃう。だから自分の気に入った色があったらもう必ずその時に買わないと、その次に買った時はもうちょっとピンクになったり、もうちょっとこう赤に寄ったりなんかしてしまうので、そのお釜の色のものを必ず買いましょう。もちろんちゃんとお財布と相談してね、買っていただきたいと思ってるんですけれども、これがその時の一番良い色だったので、私これ買いました。さて、そこでフェンリーというとカール・ラガーフェルド、亡くなりましたね。本当に彼のデザイン、細くなった彼が出すものはすごかった、またサイズが大きい時のはね、なんとなくこうオートクチュールでもブワフッとした感じとか、なんかちょっとカールの中でも、シャープなものよりもエレガンスのものが多かったんですね。でね、グッと痩せて、こんな白い襟に立てて着るようになって、サングラスかけてね、それからの彼っていうのは鋭角なものを出すようになりました。このバッグもそうなんです。これもカールおじさんのメガネがファーで、それでこうなぜかこう全部ビーズが打ってありますよね。これちょっとハードロックでしょ。その後の彼がやっぱりこういうものを出してくるんですね。これね、私かなり気に入ったのよ。ただね、この毛がね、あっち向いたりこっち向いたりしてる子がいたので、しっかりこれ選ばせていただきましたけれども、これもパーティーバッグなんですが、私必ずなんか詰めています。で、これも長めにこうかけられるようにチェーンが出てますね。で、これはもう最近のものですから、もううんと長めにかけられる、こんな感じ、いかがでございましょう。これも黒が入ってるもんですから、またいいかもしれませんですね。アポ、ちょっとこれ見て、どう、似合う？そう、ありがとう、嬉しいわ。ということで、このバッグがございます。そしてその時にね、一緒に見つけちゃったのがこれらのものだったの。これカールさん、カールおじさんのお顔がついている。で、これもちろんバッグにこうやってつける方もグリグリと巻いてね、リボンにね、するこっちに巻いてこっちに巻いてっていうの何のもあるんですけど、私はこれをあえてこうやってスーツの下にしろっとこう見せる。そうするとこういうふうにちょっとだけ見える、ちょっとだけ見えるっていうのがまたこれがおしゃれなんですね。これがすごい幅広くなくて少しだけ見えるっていう、それでこれを選んだんですけど、片っぽだけ黒くてもいい、
それも自分のシャープさ加減を求めるなら黒を出してみる。それで、あ、明るい感じでいきたいわと赤だけを入れるとか、そんな風な使い方ができるんですね。で、これもうこれがいいのよ、これが。で、これ気に入って買いました。さあ、その次に行きましょう。なぜかショールなのにそこに顔がついているっていう、お洋服の部分があのこうなんかマントを着てるみたいな感じですけど、お顔はやっぱりカールのおじさんなんですね。これね、実を言うと折りも、あの地の折りもカールおじさんの顔なんですよ。これが面白いですね。こういうことをやる彼のそういうセンスの良さっていうか、この時はまだご存命でらしたので、あの物が本当に次から次に生まれていました。さあ、カールおじさん、ちょっとお休みになってください。そして毛をいっぱい使ったのね。普通ね、ショールとかこういうものにこういうふうに毛皮を使うとあんまり今までなかったんですね。金のものにこうポコポコついてるっていうのがなかったのから可愛いなと思ってこれを買いました。これも実を言うと外の柄とそれからひっくり返すと柄が違うの。こっちはこういうふうに表と裏と柄が違うんですね。だからね、これも楽しいですね。なんでもないグレーの服にね、これすると、え、この服こんなに良かったってなっちゃうぐらいですね。まあ、白だとね、立ちませんけれども、黒とか、紺とか、グレーとか、ものすごく素敵に見えます。これの使い方は、いわゆる縦長って言って、長いものがスーッと出てると背が高く見えるのね。で、それが風になびくとか、動きになるんですね。だからこれ長く着ます。スーツの中にこうやって長く着たり、それから人によってはこれ半分棒にする人もいますね。半分棒にするっていうことは、こっちだけ半分やると一回結びますね。はい、こうやってこれで、ね、2つとも棒にしちゃうとね、面白くないので、ね、やっぱりちょっと長いのが一つこう出てるということがかっこいいわけ、この場合は。ですので棒にしても半分だけでエレガンスを出して、そして長いのが一つ流れてると、こうするとシュッとこう長く見えておしゃれなんですね。はい、ではこれと同じような類似のがあるので、それはもう付け方はともかくとして見ていただきましょう。でこれね、私黒のスーツを着てた時にこれ買ったんですね。かっこいいんですよ。それでね、ビーズが売ってあるの。なぜか先にここにビーズが売ってあるんですよね。これはね、びっくりしましたね。こういう絹物にビーズ売ってあるの珍しいんですよね。だからファーがついてたりビーズがついてたりが彼のこの年のいわゆるこだわりのものだったんだと思います。なのでこれを黒のスーツ着てた時にこれを買ったんですが、裏にしてもすごく楽しかったの。このピンクになるんですよ、裏にすると全然イメージ違うでしょ。でもどっちにしても先ほど言ったように、片っぽ長く片っぽ短く着るっていう風に着た方がおしゃれだと思います。そういう風に着こなしてください。こういうね、長いのが今出てますからね、これはね、一つ持ってるとちょっと今日はかっこよく長く見せたいわっていう時にこういうの使うといいですね。タラーン、これ実を言うとブローチです。洒落てるわね。これコーヒーカップよ。だからこれがね、スタンド。なぜかコーヒーカップが横になっちゃってますけども。でもこういうなのね。なかなか日本では考えられないじゃないですか。毎日の道具を楽しい色で作って使ってくださいっていうことですよね。これもフェンディのおじさんのアイディアだと思います。これもね、スタジャンのところにピッピッとつけたりなんかすると可愛いと思います。じゃあこれもちょっと見てもらいただきましょうね。これね、ポップなの、色がすごくね、ポップなのでね、フランスとかのショーウィンドウで一番こう飾られる色、これこのオレンジにピンクにブルーっていうのが同時に飾られてすっごい華やかなんですね。でこれもお洋服も変わります。ちょっとつけるだけでほら明るくなるでしょ、ね、だからその真っ白じゃなくて、これだったらピンクの靴履いてもいいですね。ピンクの靴履いて
まあ、ちょっとピンク系のバッグを持ってもいいですよね。これで、これをただ長くつけるだけでもいいんですけれども、首が開いていてタートルネック風にしたいわっていうんだったら結んでください。結んで必ず上をきれいにして、そうするとまた真ん中に色が全部入ってくるっていう感じになりますね。これね、棒にするとね、チンチクリンの実を言うとちょっとおちびちゃんになっちゃうんで、それは私はあえてやってないんですけれども、どうしてもそういう風にしたいっていうんだったらば、それもまあ考え方としては、ここに棒のお尻が来て、それで片方の、これもまあ可愛いんですね、このぐらい。だからこれ、あの一般的に皆さんはハンドバッグのところにくるくるくるっとこういうふうに持つところに使うと思われている方も多いんですけど、これもねそうじゃなくて、ね、そうやってアクセサリーとして十分使える。で、使った後に疲れちゃったものがこういうところに行ってもいいかもしれませんね。最初はまず一回楽しみましょう。アクセサリーとしてブローチの代わりというふうに考えた方がいいかもしれませんね。これもね、これ面白いでしょ、このストライプなんかね、ウェーブってて、でこれも中がパッと真っ赤なの。だからこれ一本持ってるとお洋服が変わる。それでこの時に持っているイヤリングを変えればお洋服が変わって見えますよ。こうやってちょっとマリンルックみたいに見えるじゃないですかね。でこのマリンみたいなあのイヤリングつけてこれだけいくと、あ、ちょっとシーサイドって感じがしますね。でそれ変えてまたちょっとゴールドのイヤリングなんかつけてこれにする、またちょっと印象が違うね、印象が違う。こうやって右と左って言ったり、表と裏に面白い柄が来ているものがこのフェンディさんにはいっぱい多かったです。すごい楽しかったです。これあのうちのスタッフからの私のお誕生日プレゼントでございました。何だと思います？何が入ってると思います？何、アクセサリー入れ？違います。じゃん。もう何って、まあ世に言うお買い物袋ですね。ところが普通の袋じゃないのよ、これ。超えるの。こういう風になってんの。こう荷物入れて、これでじゃーってここに荷物入れて、こう入って、ショーの、ショーの。でね、荷物が入るとね、背負ってもね、結構ね、形になりました。私は体が小さいので、あんまり下に下がっちゃうとおかしいから、少し短くしてありますけれども、まあ、ショーのものでございます。なんていうの、これリュック。リュックですかね。はい。こういう感じでございます。で、これを畳むのは時間をかけてゆっくり畳まないと、この中にこれ入らないのよ。なかなかでございますが、まあ、そんなようなわけで、今日はフェンディのお話をいたしました。ありがとうございました。またいろいろな話しますね。今日は最後まで見てくださってありがとうございました。また登録の方もよろしくお願いします。そしてコメントください。お待ちしております。それでは、チャオ。